メイさん、一杯どうかしら。パープルヘレネで作ったものよ。このブドウはムー大陸の特産品だったけど、もう絶滅したわ。これを使って作ったワインは、とにかく味が繊細なの。ありがとう。でも、お酒は飲まないわ。そう？確かに、どんなにいいお酒でも、人にとっては百害あって一利なしだし、それはいい習慣かもね。でも、人類にはこういうものも必要だわ。体をすり減らすことで、ひとときの魂の満足を手に入れる。お酒はそういうものだから。この黄金でできたグラス、あなたにあげるわ、メイさん。貴重すぎるわ。気にしなくていいわ。人々が私にくれた財産と比べたら、これは微々たるものに過ぎないから。それに、メイさん、機会があったら、これでワインを楽しんでほしいの。一時的とはいえ、悩みを全部忘れて、過去の夢に浸ることができるわ。少なくとも、私にとってはそうよ。
その、あなたが第七律者事件の被害者だって聞いたわ。ええ、その通りよ。あの時の私はオーストラリアのドームにいた。銀河のように輝くステージが週末の炎に飲み込まれた時、私はそこで全ての終わりを見届けたわ。そしてあの瞬間、分かってしまったの。私の時代はもう終わった。あの炎を見て思ったわ。神話の中にある全てを燃やし尽くす炎みたいだって。最後は恐怖しか残らないんだと。メイさん、かつての私は芸術で人を救えるとずっと思ってたわ。あの炎で生まれた恐怖、それは私がみんなにもたらした希望よりもずっと強く、あの頃の私にはどうしても越えられない眩しさがあった。私はそこで死ぬはずだった。あれは時代の終わり。私は共に行くはずだったの。けど、私は生き残った。私。ごめんなさい。思い出させてしまったわね。いいえ、謝らなくていいわ、メイさん。もう過去のことだし、あの炎もとうに消えたわ。私はただたまにあのステージを懐かしく思ってしまうだけよ。あの時最後まで演奏できなかった曲は私の一番のお気に入りだったから。